次回作りますって言えばいいのか。宮坂さんお願いしますって。行きますか。ぼちぼち行きますか。行きますか。ちょっと待ってね。こっちちょっと。あ、これあれこんな長並び見たことあるな。こんな風にやってますよね、なんかね。え、これ初めてですか。初めてかい。そうか。お前嘘がバレちゃったじゃねえか。嘘バレたな。あ、もうちょっとこっち行きましょう。こう CC にくっついたら。はい。あんまり真ん中が回転できるんだ。どうですか。もっと向けますか。どうですか。こんなもんで。どうですか。どうですか。もっといい。あ、大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。あ、いいよ。これ今誰が。待って、待って。メイン司会者は誰なんですか。宮本さんですよ。いや、俺は。宮本さん。メイン僕らなんですか。いや、ゲストで来てメイン司会はやりづらいよ。じゃあもう流れてますか。流れて流れてますよ。あ、流れてる。打ち合わせまずいかな。うん。あ、本当遅れてやってきてんだ。え、けど放送開始まで。今あの左側が配信されてる。あ、左側が配信されてる。はい、あ、1分30秒。それから音が生きるってことですね。いや、流れてる。え、音も生きてる。もう生きてるって。いつもしゃべる場所だから。はい、行きますよ。10秒前。え、10秒前。はい、これで行きます。あ、つれてる。ちょっと、しゃべります。よろしくお願いします。言われてる大事で。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、私ども町のテレビ局の、開局1周年記念ということでですね、たまたま今日は4歳、松浦の4歳なんですね。ということで、今日は豪華ゲストをね、お呼びして、これからですね、もう無事がぶっ通して、ね、お送りされます。あ、もう疲れてますね。疲れてますね。これからですか。あー、どうもどうも、ちゃんとご紹介お願いしますよ。ちょっと待ってください。さらっと小手添えをします。その雑な紹介の仕方は。いや、あの、実はですね、小手さんってね、しょっちゅう一緒に出てたんですからね、なんか、昨日会ってないか。昨日会ってないんですけども。しょっちゅうってね、以前ね。申し訳ありません。申し訳ありません。ちゃんとご紹介させていただきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。小手添えのお二人です。あんま変わってないですから。どうも、吉本興業の小手添えでございますよ。河合と北村でやっております。はい、よろしくお願いいたします。なんか名前とかも欲しかったですね、これ。立てるとかね。先ほどね、はい、2人でね、名前がないねって言ったら、有名だからいらないよって。いやいやいや、まだまだね、覚えてそうですよ。皆さんね、さっきね、なんて言って、三田さんか。三田さんも言わなかったですね。はい。ちょっと真面目にいきますね。え、今日のゲストなんですけども、こてつのお二人とですね、はい、擬音にはもう非常にお詳しい小山さん、今日はゲストとしてお呼びしました。はい、小山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私はね、このこてつさんって人全然知らなかったのね。今日初めて来会ったんだよ。いや、いるよ名前。そしたら、うん、新選組のね、近藤勇なんだよね。今宵の小鉄は血の上ると言ってね、あの剣豪のチャンバラでね、みんな、あの、剣道の指示やってきた。はい。あのイメージでいたんだよ。そこを見たら、これイケメンだ。さ、これ。だからこれ、まあ、沖田総司の方だ。沖田総司ね。いいだろ、お前。ただの僕の小鉄。あんまり上げちゃうと、あとはまずいからな。いや、そうなんだ。よくその名刀、小鉄ご存知で。そう。そこから取ったんですよ、僕の名前。やっぱりそうか。そうなんですよ。そこから取ったんですよ。あの漢字にやってたらみんな覚えにくいだろうってひらがなでこう説明したんですよ。よくご存知ですね、やはり。さすがです。覚えていただくためにもね、やっぱ今日5時間もありますから、はい、だんだんこうね、名前作ったりとかしていきましょう。5時間ありますから、はい、そうです。のんびりと、まあね、のんびりやりましょう。5時間あるのにね、もう最初から盛り上がってますね。まだ紹介一人住んでないんで。そうなんです。はいはい。私はもね、テレビ局の事務局長、事務局長、事務局長三田です。よろしくお願いしま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 す。はい、ちょっとだけ詰まってますね。喋り専門だからね。いつもなんかあの宮本さんやられてるんですよね。その喋り松代だか喋くり松代だか、なんかそうですよね。喋くり松代だからね、さっきね、こんばんはって言わないように、こんばんはって言わないようにと思ってね、なんかこんばんはって言いそうなんですね。こんにちはって言ったんですね。喋くり松代は実はあの毎週月曜日の7時からね、あ、毎週月曜日の7時から、ね、お毎週月曜日の7時からね、しゃべくり待ちやってるんですよ。ということはね、こんばんはって言うんですよ。皆さんこんばんは。あー、なるほどなるほど。どうするかね、今までこんばんはって言いそうなっちゃって、あ、なんか今こんばんはって言っちゃいけない。
ま、え、毎日やられてるわけではない。毎週月曜日。毎週月曜日。毎週月曜日です。ユーストリーム配信なんですよね、これ今。ユーストリーム配信。僕らもね、実はやってます、ユーストリーム配信。はいはいはい。夜の10時から11時、僕ら毎日やってるんですよ。すごいね。そうなんですよ。そうなんです。それね、よろしかったらね、この松代テレビをご覧になってる皆様、毎日22時からユーストリーム配信をやってますので。やってますので。よろしくお願いします。ユーストリームで、まあ、こてつって調べていただければ出てくると思いますね。あ、出てきますかね。そうでございます。YNN こてつですね。よろしくお願いします。今日はね、松代テレビのユーストリームお邪魔してますけども。普段僕らの見てくださってる方もね、ちょっと今ツイッターで告知したんで、見てくださってたらこの携帯のように連絡が来ますので。 あ、そうですか。今見てるよとか来る。宮本さんにもっと突っ込んでとか来ますから、もしメッセージ来たら読みますから。いや、あの、私ね、ちょっと逃げますから逃げますか。なんか、視聴者のメッセージとかも読んだりするんですか。それはしないか。あの、ね、以前はやったんですよ。以前はやったんですか。あ、でも今は最近は、あの、やらなくしてこう。あまり、ね、時間ないんですよ、15分だから。ああ、そうなんですね。以前はね、ツイッターでね、私どもで、広報部長の加山さん、はい、いらっしゃるんですよ、うん、その方が、ツイッターをしてまして、はい、北の方で、あの、そのタイムリーにね、読んで、お答えしたことがあったんですよ、はい、ですがね、やっぱり時間がなくて。なるほどね。ゲストの方ね、15分で喋り方やることがいっぱいあって、うん、あ、そうなんですね。ね、この、なんか返事を出したら、はい、ちょっと伸びちゃう。返事を出してたんですか。こう言えばいいじゃないですか、はい、聞いてるんですか。喋ったんですよ。ああ、喋ったんですよ。こういうツイッターでしたら、あの、返事が来ました、みたいなね。はい、ああ、なるほどね、なるほどね。ここでこう、喋ったんですよ。それがちょっとね、時間がなくて。なるほどね、確かにね。少しね、やめてます。そうです、まあ、けど今日5時間あるということですけど、僕らやるとね、どんどん脱線してね、聞きたいこと聞けないかもしれませんから、もしかしたらね、ね、今日開局1周年記念ということで、ちょうど祇園祭ということで、もう今もう脱線してましたからね。だいぶしましたね、脱線の最初からもう脱線してました、ね、これどなたが書いたんですか。気になる、気になる。大先生。あー、大先生。あー、大先生、ありがとうございます。お客さん、見てくださいよ。ちょっとね、修復してますね。そうなんですね。この中、あー、アップにしてなくて分かるかもしれないですよね。一週の週、一週間の週なの、診療書いちゃいましたね。いやー、いいバランスになりましたね、結局ね。芸術作品ですよ。字がね、うまいんですよね。すべてお願いしてるの。すべてお願いしてるの。今日もゲスト来ていただいて、はい、今日どうしてゲストに選ばれたんですか。ノーギャラだよ。ノーギャラだよ。ノーギャラですよ。え、そうなの。いや、違うな。一応もノーギャラだよ。ノーギャラですよ。すいません。今日はなぜこの先生呼ばれたんですか。あ、宮本さん、そうですね、ね、こちらの小山さんは、はい、祇園については世界一。祇園、祇園について世界一。松代市は言わないです。日本じゃ世界一です。祇園というと、え、小山さん、祇園というと、小山さん、祇園というと、天照大神様という、ね、はい、皆さん知ってるでしょ、はい、その弟にね、草野の御事って人がいたわけです、ね、でこの人のことを一名では祇園天皇とか、あるいは、なんて呼んだかな、祇園天皇の他にもう一つなんか簡単に言い方があったお天皇さんだ、うん、ね、そういう、あの、通称もあった、はい、要するに草野の御事さんをお祭りしたらお宮なの、はい、これ京都の八坂神社、うん、ね、そこが一番の本元なんです、うん、それであそこでその祇園天皇の話がありましたけれども、それは、ね、約ね、神皇第6代で勝代だから高原天皇っていう天皇陛下がおいでになって6代か8代、ね、うん、ですね、はっきり覚えない、うん、その天皇の時にいわゆるその祇園神社のね、それがお祭りができた、うん、これが一番のもと、うん、それで、あの、伊勢町でもやっておりますけど、この清市市っていうのね、勢いと書いたら清いと読むんだ、うん、はい、清市市っていうのは祇園天皇をね敬って祇園天皇に敬意を捧げてお祭りをして奉納するという形で清市市っていうのが生まれてきてた。清市市、うん、これ勢いと書くけど、あれ清いと読んでもらう、勢い市市なんて言わない、清市市って言わない、清市市、あ、字は勢いの市市と書くんですね、伊勢町の説、それでその清市市があるわけでしょ、この清市市はじゃあいつからできたかっていうとね、うん、あの、文献によるとね、権堂をね、一番早いんだよ、権堂、長野の権堂、権堂、長野の権堂、
これはね、長野県の県庁が松浦が亡くなって、ね、松浦藩だとか長野藩だとか中野藩だとかいうのがあって、ね、中野県っていうのができて、で、はい、長野県が長野へ来て長野の西町に新しい仮の庁舎ができた、うんうん、でその時にお祝いをするってんでお獅子を出すことになって、うん、でその時がお獅子の始まりなの、それが長野の今度、うん、でそれだからもう、そうね、廃藩置県終わって時期だわな、うん、明治の5、6年だ、うんね、その頃に始まったわけ。それ真っ白のお獅子はそれからずっと後になって明治の40年頃文献によるとその頃から伊勢町にもお獅子が出たっていう記録があるわけ、ね、うん、だからその頃のことはもちろん誰も知らねえや、うん、それでそれからずっと伝わってきて昭和8年の時に伊勢町のその若い人たちが寄って長野の権頭から若いそのお獅子の職人の人たちを呼んできて頼んで自分たちで手作りでお獅子を作った。これが昭和8年、これが伊勢町のお獅子第1号、だから伊勢町のお獅子は現在の形になったのが昭和8年だけど、文献によると明治の42、3年だからその時にねすでに伊勢町のお獅子があったっていうのが、あるの。あとは写真もその当時の昔の写真があるの。だけどそれに対する文献が全部整理して残ってるわけじゃないから、短編的にそういうものがあるだけではっきりしたことはわからない。それでその昭和の58年にね、実はその私がその獅子会って、まあ、伊勢町こういう字書くんだよね、伊勢町の獅子会、はいはい、でこの獅子会の親方がやってる時にちょうど50周年記念、もうちょっと前までさっきこのカメラ、はい、昭和8年って言ったでしょ、ね、はい、それで58年だからちょうど50年、うん、昭和ね、だから50周年記念ということでこういう冊子を作って町の皆さん全部差し上げて、うん、伊勢町のお獅子はこういう言われがありますよってのことを申し上げて、出したわけで、それが本当の本なんだけどね、でそういうことでそれからこうずっと続いているわけです。で、これがまあ、あらすじ。はあ、聞いてましたか、宮本さん。あ、いや、ちょっと今ね聞いてなかったでしょうまいちょっと今ね、ちょっとね、僕らにはちょっと難しい話なんでちょっと簡単に説明してもらいます、宮本さん。今のすみません、ちょっと要約してちょっと、いや、意地悪いでしょ今見てたね、いやいや、けどまあ、ね、とにかく歴史がいろいろありそうですね、この祇園祭というのは。いずれにしてもね、はい、歴史もあるしね、はい、大変にね、勇壮である、また素晴らしいお祭りな、それでね、さっきの続きあるけれどもね、はい、真田さんの殿さんが、真田さん。真田でね、今、松田十文目だからね、はい、真田さんの初代の殿さんが松平忠輝という人、はい、その話やってる中の中、その続きにね、お獅子の頃でね、殿さんがね、お金出して作ってくれたの、うん、お獅子を。あ、お獅子を。作ってくれたの、お金出してくれたの、はい、殿さんが。それで毎年毎年ね、あの当時のお金、理解では知らんけれども、お人みたいなお金を出してくれた、藩、うん、が補助してくれて、うん、でそれが続いていて、今度はいよいよ真田さんになって、信行さんが真っ白入った、弁の8年、この時に真っ白真田さんになって、それから真田さんになってからも、そのまんま連綿としてその作業を続けて、保護していただいたり、育成してもらったり、そういうその、真っ白藩全体のお祭りとして捉えてもらってた。だからこの祇園祭そのものもそうだし、清水寺そのものも真っ白にしてみれば素晴らしい文化と伝統がある、ね、これは大事にしてもらいたいと思う。なるほど。いくらが分かったか、分かりました。そうですね、分かりました。で、宮本さん聞いてましたか、また。じゃあちょっとすみません、今のちょっとちょっと難しいです、はい、ちょ簡単に申し訳ないです。授業聞かないタイプですね、宮本さんは。ダメですよ、本当に。初めからもう知ってるのかな、宮本さんは。知ってるのね。ですよね。知ってる。大丈夫です。もう真っ白なですもんね。そうですよね。その祇園祭っていうのはやられてるのが、その権頭とこの松代と中野県だと。さっきもちょっと言ったね。はい、八坂神社のスタノーとかね、はい、いわゆるお天道さんってことって言われるの。諏訪神社なんだよね。ああ、そうなんですか。だから諏訪神社全国にあるでしょ。
はいね、だから八坂神社の関係のところはあちらでもこちらでも祇園祭っていうのがあるんだ、はい、やってるかやってないか当事者が出てるか出てないかそれは知らない、うんね、だけども全国的にそういうものがあるんだ、うん、であの風土として歴史としても伝わってきてるわけ、うん、それでたまたまここに持ってきてるけどこれ写してください。長野市の今無形文化財なんで、それはね、何年前だったっけな、早稲田市長さんと会議所の加藤会頭に伊勢町のこの祇園祭はね、これだけの伝統があるんだからぜひ長野市の無形文化財にしてほしいっつってね、うん、あの頼んだんだよ。それでその年にすぐはできなかったけれども、それが1年経ってあの認めてもらって、現在は長野市の無形文化財ということ。無形文化財、だから真っ白だけのものではなくて、うん、長野市全体のものという認識もこれちゃんと皆さんにも承知してもらえて、いやー本当そうですね。だからね、うん、ただお獅子暴れてるとかお獅子騒いでるとかそんな問題じゃねえんだよ。ああ歴史があるんですね。神聖な行事なの、神様も祭りと神様も称えてる神聖な行事、そういう面をねよく皆さんも頭の中にインプットして理解してね、子供たちなんかただお祭りやってるなんていうだけかもしれないですけどね、お酒飲んで暴れてるなんてそういうもんじゃないと歴史ちゃんと勉強してほしいと、みんなに頭でも表でさ、はい、本当はこういうものなんだということを承知した上で見てもらわないと、うん、あれそうですね、なんでお獅子が出てきたんでしたっけ、お獅子、お獅子がなんでこう暴れるんでしたっけ、祇園祭で。お獅子はね暴れるのは、うん、だってお獅子だけこのお獅子を持ってさこんにちはと慣れたって真ん中じゃねえか。お獅子はね曲がねあの5つあってね、うん、これはあの野崎くずし、うん、野崎くずしって詩を承知たるんだ、野崎まりうちは屋形船で参り、お前知らないなら歌えなくていいんだよ一緒に聞けばいいんだよ。あの人も知らないと思うんだよね。あの人ね口だんまり出したよ、生じたのだもん、うん、もうずっと昔の話だ、ね、ずっと昔の話、その音と昇殿っていうの曲と、うん、だからあのねつくまってね、それから屋台ってやつ、屋台っていうのが暴れますから、要するにお獅子がね、夏の暑い時で、うん、ひんのこってたわけだ、うん、お気にしてたのお獅子は、うん、お昼寝、あお昼寝をしてて獅子が、あ夏ね、うん、そこへ蝶々がふらふらとやってきて、うん、お獅子の腹先でちょろ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 動いたわけ、うんね、うん、それでお獅子がこの蝶々のうるせえって怒って、うん、昼寝してると、それで起き上がって暴れて、うんうん、それで暴れすぎてくたびれちゃって、ゆっくりゆっくりほらうち帰ってぶどうせってやったり、ね、そういうのの流れを今の曲に合わせてやってる。はあ、だから獅子舞ってこういう蝶々を追うような動きをするんだ。へえ、だからああいう風に八の字描いたりして曲に合わせて獅子を舞うわけ。へえ、あのお獅子踊ってんじゃね、待ってるんだよ、待ってるんですよ、そう、だから獅子舞って言う、岡村も獅子舞って言うけどね、あれね、え、うん、岡村ってあるの小さいの、岡村、岡村ってピーキャラピーキャラやってさ、はい、大方だよね、トントントンってやるじゃない、小さいの、うん、それであの町の中の真ん中お祭りやってあるんですよ、はいね、うん、あれも獅子舞とか言ってね、お獅子の伊勢町の大きいお獅子もさ、獅子舞といえばそれでもいい終わりだけど、うん、獅子舞ってそんな簡単に片付けてもらっちゃ困るんだよな、文化財、無形文化財、無形文化ですね。その祇園祭でなんでだから獅子が出てくるんですか、獅子舞が。さっき言ったじゃん、お前よく聞いてるのなんで祇園天皇の、はいね、功績を称えたり祇園天皇にあやかりたいとかいう気持ちをみんなが表すために、その氏子の皆さんが考えてお獅子の作って奉納した、これが始まり。なんでだからそれがお獅子なのか、作ったら俺が作ったんじゃねえよ、作ったらたまたまお獅子だったから、あれだ、それなんでお獅子作ったんだろうなと思って、いやそれはなんか言われがあったのかなと思って、例えばなんかこう獅子をね倒した伝説があって、それでねその強さにあやかるとかそういうのがあって、例えばそのそういうのがあったらお獅子はだったらヤマトのオロチでいいじゃないですか、ヤマタのオロチを、ヤマタのオロチで舞えば、ヤマタのオロチやっつけたのはお獅子じゃねえんだよ、スサノオの御事がやっつけたんだから、うん、いや、まさかさ、じゃあスサノオの御事でいいじゃないですか、いいじゃねえか別に、まあ、とにかくそういう歴史があるっていうことを今子供たちも知ってもらうためには、今のその子供たちのお母さんとかお父さんですよね、そういう方がね知識ないかもしれないですよ、だからこれはそれぜひね、これを皆さん読んで伝えていただきたいですよね、
アップにしてよねえ、こちら配られてるってことなんですよね、この松代では。伊勢町の町の中で全国に配った。これだからぜひお母さん、お父さん世代の方たちがね、30、40代ぐらいのお父さん、お母さん方がこれを読んで、お子さんに教えて、そういう歴史をどんどんね、やっぱ繋いでてほしいですよね。これね、長野の図書館の中でね、国会図書館も一部寄贈したり、国会図書館もね、ちゃんとあの収納しましたってね、立派なあの、証書っていうか、お手紙もらってある。なるほど、歴史があるお祭りなんですね、祇園祭。なんか資料もたくさんお写真あるって聞きましたけど、あ、写真は多少は用意していただいたけど、このお写真はあの松代の祇園祭のお写真ですか？これね、そうそうそう、これ松代のお祭りの祇園祭。それいつ頃のだかっていうのは分かるんですか？小山さん、これ何年ぐらいのやつですか？松下さんかな、これ。あ、西山さんか、松下。これはちょっと画面が鮮明でなくて分かんないんだけど、昭和初期。これはね、いい加減古いよね。いい加減古い。今みたいに支度してないもん。うん、そうそうそう。じゃあとにかく古いってことですね。そうですね。後ろにね、年代のあれが書いてないから。なるほどね。あの裏書きしてあるからいいんだけど。そうそうそう、書いてない。これは書いとかなきゃダメですね。記録に残らないですから。今言っても遅いけどね。そうね。じゃあ今日から記していきましょう。そう。ね、今日から。だって。50年、60年後見るかもしれないですよ、今日の祭りの資料を。おお、これはいつの？これはね、昭和10年。あ、昭和10年、これ書いてありますね。4月18日、はい。これは何？これはね、伊勢松のね、ポスターさんの真正面、前でにあって。なんていうんですか？諏訪神社の前で。諏訪神社の前で。はい、はい、はい。これはね、あの、ね、これ今のお獅子と同じですかね。そうですね。ね、これはもうみんな発展人だと同じ発展してるからね。これは新しいですね。新しい。最近のやつですね。で、ここに今鳥居があるんだけどね。はい。今この鳥居っていうのはなくなっちゃって。はい。それでその奥に、本殿の手前のところへね、移し替えてる。その鳥居を。うん。で、今ね、聞いたら、道路狭くてだ、あの車がダメだっていう。この通りあるでしょ。はい。この通りね。東西の通りの通りがその通りなんだけど。昔は交通量もなかったし、車も小さかったから、問題なかった。うん、全然ほら、車社会になって、でかい車になって、その鳥居が出てるのが、その道幅をその邪魔して、通行の妨げになるっていうので、これを取っちゃって、今のお宮の入り口のところへ移した。昭和10年、それがね。昭和10年。この頃からこのハッピーも変わってないってことですか、デザインと。そうそうそう。へー、そうなんですか。じゃあ松代での祇園祭もすごい歴史があるんですね。あらあら、さっき言ったでしょ。あ、ちょっとすいません、ついでにこれも今あの話したついでに映してください。これあの、図書館、県立図書館と南部図書館を寄付した時の、書類ですね。いいですか。それがこちらがあの国会図書館です。持った これは国立国会図書館へ収めたその時の、よろしいですね。ありがとうございます。こうしてあの伊勢松の獅子だけでなくて全国にもこういうものをね、皆さんに知っていただくように。今、あ、文章ですか、その今の、この今の本、この本、ちょっと寄付した時の。そうそうそう、ね。はい、ご覧ください。ほー、ね、国立国会図書館ね、伊勢町獅子会。その町その町のいろんな歴史があってすごいですけど、今日そのまさに今日が祇園祭。祇園祭がいつ、今日と明日ですか。そうですね。今日もその獅子は舞ったりするんですか。舞います。おお、それは何時頃。6時から歩行者天国になる。はい。あ、この目の前ですか。そうです、この通りあります。ほう、はい。あれね、歩行者天国でないとできない。うん、ああ、まあ道中を練り歩くわけです。車ぶんぶん走ってるなんかできないですからね。あの、ゴンドも昔はやってたんだけどね、最近何年もやってないし。なるほど。要するに警察に許可しないんだよ、長野は。ああ、ここはまあちゃんとね、真っ白は特別ね、この通りとこの通りだけね、ここだけあの許可してもらってるから。どんぐらい練り歩くんですか。そうだから、さっき言ったお囃子太鼓にね、お指示を舞いながら
中に行ったとね。ああ松代の町を6時スタート獅子舞うで6時で待って、だから歩行者天国でね滝に回ってると車にぶつかって、そうそう、じゃあ何時頃まで見れるんですか、その獅子舞。9時まで、9時まで。あ、そんな遅くまでやるんですか今日。へえ、なるほど。歩行者天国9時半までだからね、はい、9時25分でお獅子舞うのは打ち上げ。打ち上げ。じゃあもう夕方頃からもうここいろんな屋台が出たりとかたくさんあるんですか。ああ、そう、お店になるね。あ、ほー、この通りですか。ああ、じゃあこれ今2時ぐらいからスタート、あ、3時ですか。3時ですね。3時ぐらいからスタートして8時ぐらいまでこれやるということだから、夕方ここ通ったら直接見れるわけですね。そうそうそう、ぜひ覗き来てほしいですね。そうですね、大丈夫ですか。ミヤモンタファンがたくさんいるんじゃないですか。うん、その何が、うん、何がいる、どミヤモンタファン、ああ、宮本さんのファンだ、ねえ、名手だもん。これな、生放送覗き来れるってことですよね、ここいいじゃないですか。ねえ、お楽しそう、楽しそうだ。宮ちゃんも見たくもみんな名手だから、名手、みんな知ってる、あ、そうなんですか。そう、やだ、私たちより有名、まあ、僕らなんかよ、ねえ、うん、そうだね。宮本さん全然喋んないじゃないですか、メイン司会者なのに。いや、もう押されてね、お二人に。いやいやいや、ねえ、僕らもね、そんなそこまで歴史詳しくないんでね、そんな突っ込んだ質問があまりできないですけども、うん、ええ、突っ込まれないんでよかったねえ、はい、小山さん、これ今度はちょっと今、はい、小山さんから預かった写真、はい、あ、これカラーじゃないですか。カラー、それ現代版だ、現代版。あ、去年、時間のかけら目の前をただ流されてる友達の夢の話羨ましくて眩しくてくじけてゆくわ私どうしよう何しよう立ち止まる心綺麗な女の子来てましたか。やられてたんですか。なんでレントコとレントコとテンテココ、テンテコテンテコとテンテコとってなんですか。それ掛け声があるんですか。へぇー、子供の意味はさ、はい、テンテココ、テンテココって言うテンテココ、テンテコ、それなんですか。その、ま、掛け声ですか、その獅子が舞う時の。へぇー、それは先生の獅子の声じゃない。まあちょっと盛り上げるためにね。はい、はい、なるほどなるほど。それが見れると今日は夕方。へぇー、それでその祇園のこともちょっと勉強して、そのお話に聞いて、勉強したっていうよりもさ、うん、長い間に自然な話に聞いて、へえ、あ、じゃあもう祭り好きだったんですね、祇園のその松代の祭りが。好きだったもんな、なんだ。感覚でしたですね。じゃあもう今日も血が騒いでるんですね。お祭りマンボ。お祭りマンボ。さあもう血が騒いでますよ、もう。じゃああれか、今日はもうここで並んで話してるより外出て獅子とえんやこらえんやこらやって酒飲んだ方がいいか。早く参りたいわけですよ。もうね、あれだと 1時前からも来て、その格好で来てるんだ。始まるのは6時なんだけど、気が早い、気が早いっていうことですよね。見たくんが2時で来るよ。裏話はいいんですよ、別に今しなくても大丈夫ですよ。少し早く来ないから一時半に来たら誰に言うの。こういうね、こういう業界ギリギリか少し遅れるぐらいでいいんですよ。年取るともう30分前から来ますから。そうですね。ということで何でしょうか。お、ね、はい、私はね、次これね、2人とね、小山さんの話だからね、5時間聞かないね。8時間になって、はいはい、フリーマーク、そんなコーナーも
残念なことないでしょ。失礼ですよ、ちょっと。何言ってるんですか。いえ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 。いえいえいえ、もうこれからまだたっぷり時間ありますから。あとね、4時間なので、はい、ちょっと宅配に入れるので、歌をちょっと言ってみますか。はい、お願いいたします。はい、歌を、ゲストですね。ゲストさんに、本人いないので、じゃあ私歌いますか。だけどちょっと待ってください。なんで本人いないのに歌に行きましょうってなっちゃったんですか。それちょっと一旦ね、もうちょっと続きの擬音の続きの擬音の話を続きをね。今ね、あのあれですよね。小山さんって今伊勢町ではみんな子供たちに教えてるんですよね。あ、何を教えてるんですか。そういうことやられてる。継承していかなきゃ。はいはい。あ、獅子の舞を教えてるんですか。この歴史も教えたり、お獅子の舞い方を教えたり、踊りも教えたり、ね、今日あの舞うお獅子はあれですか、その小学生も入ってたりするんですか。あ、そう、子供獅子、獅子が、子供獅子っていうのも出るんだ。これはここに置かれてるのなんですか。これはおもちゃ。おもちゃ、ね、これでちょっと軽くどんな風に舞うのか見せてもらって。あ、いいじゃないですか。時期に始まるよ。時期に始まるから今やらこれじゃダメ。あ、もうちょっと大きいガチガチってなるやつじゃないと。これもね、あのあれなんだよ、お孫さんにおじいちゃんが作ってあげた、お誕生日。お孫さんに、うん、おじいちゃん、どのおじいちゃんって誰が。これね、私の町歩きセンターの前での、ね、大阪屋さんっていう、へー、あ、ちょっとお客様やってまいりましたけど、あれどうしたんですか。こんにちは。どうしました。こんにちは。え、なんかあれ、どうした。いやいや、さすがユーストリーム、ご自由ですね。自由な番組でございますね。次のゲスト、次のゲストさん。あ、そうなんですね。次のゲストさんですか。あ、もう出ちゃった。次のゲスト、もう出ちゃった、出ちゃったわ。もうね、しょうがないね。金麺、素晴らしいおばあちゃん。素晴らしいですね。なるほどね。ということで、歌の準備がそろそろまだできないようで、あ、やってまいりました。やってまいりました。歌の準備できたんじゃないでしょうか。そうですね。まだそうですね。じゃあ、その子、ね、ちっちゃいお獅子もその9時まで、6時から9時までちゃんと舞うんですか。そうです、その中には小学生が入って、そう、教えられた、実際あの岡山さんが教えられた大志小学生が入って、やる。そうそう、見事じゃないですか。うん、あ、じゃあ今大人の獅子に入ってる人も昔小学生の頃に教えた、人たちが入ってやってるんだ。わー、歴史がある。うわ、すごい、ずっと携わってんじゃないですか。じゃあさっき来たわ、さっき来たわ、正確な人数とかわかんないかもしれないんですけど、今日こんな60人くらい、60人くらいがこう張ってきて、獅子舞って、周りこう鍋取りやったり。さっきちょっと話した、今度はね、今度は東京地下の関係で、今度は獅子舞って、獅子舞って、今度の獅子舞がやったんで、ぜひおらんぼやりていて、真っ白に応援に来るわ。あー、そうなんですか。今日はこれ明日で、応援に来たら、そのいろいろ交流して一緒に獅子を舞ったり。じゃあ明日増えるんですか、獅子が。うん、毎年10人か10人。おお、獅子何匹出るんですか、合計で。お獅子は伊勢町の獅子だけか。あ、伊勢町の獅子だけ。メインの大きな、メインの大きな。お獅子は一体だけ。小獅子が取れる。いや、小獅子の骨だから、人数がさ、あ、人数が、うん、若い人、どんどん若い人が、あ、いや、周りで盛り上げる人がの人数が増えるってこと。舞ったり、敬語したり。敬語なんて大変なんだよ。敬語ね。怪我すら困るもん。だそうね。敬語って昔はね、こんなこと言って怒られちゃうけど、ね。何？大昔だね。最近じゃないよ。そうやって言っとこうか。意地の悪いおまわりさんっているわけだ。どこにも言ってあげる。意地の悪いね。おまわりさん言ったろ。そうするとね、わざわざお寿司の面持ってってね、パクーンってやって、その拍子に後ろにいた炎の、ポロね、これね、このホロの中に2、30人入ってるわけで、この人たちがそのおまわりさんにプッてかぶっちゃって、中突っ込んで、おまわりさんを、昔の話ですよね。これ殴っちゃうとさ、分かっちゃうから、殴ったんでねくて、巻き込まれたということにして、あっちからこっちから対応して、その皆様、昔の話でございますからね。これ一台もあった、指示した。それは大昔だよ。大昔の話でございますから、ね、もう100年も200年も前の話ですから。時効でございますよ、何百年も前の話ですから。ございますよ。お、
まあじゃあ準備できたら声かけていただいてね。そうですね。へえ、今はだそんなねないですもんね。ああ、今はもう紳士だよ。紳士ですよね。ジェントルマン、ジェントルマン。ジェントルマン。お前先日ね、たまたまちょっと飯田の方のなんか獅子舞ちょっと見たんですよ。ああ、見た見た、飯田の獅子舞、はい、でっかいの。飯田の獅子舞なんか頭を噛まれるとその病気にならないとかそういうのが言ってたんですけど、ここの獅子もなんかあるんですかそういうの。そういうことですね。そういうことない。あー、危ないって。うん、30キロあるんで。あ、そんなでかいのか。めっちゃでかいのか。まあその飯田のね、噛む獅子もちゃんと座布団かなんかね、こう歯のところに貼ったってちゃんと安全にはなってたんでね。じゃなかったら危ないですからね。うん、今日明日は松鶴城はもう盛り上がると、はい、熱くなると。おお、はい、それでは歌の方が準備できたようですので、それでは歌、宇田健二さん、はい、宇野方健吾さん。歌の曲名は何ですか。しののいぼじょうを聴いていただきます。あれ、まあ、しののいぼじょう、僕松城だよ。おっと、ヤジが飛んでおりますけど。いやいや、いいじゃないですか、歌っていただきましょうよ。いいですよ。じゃあ特別。こんな全員がヤジ飛ばしたら大変なことになりますから、古畑さん。